い、バカスタッフちゃん。お前が言ってた怪獣はステラのことだって分かってる。ある、いつもいたずらをしてるから。お前はステラを嫌ってる。あるか、ステラは聞き分けのない子だし、いつもいたずらをしてるのも分かってる。ある、私のせい、私がちゃんとしつけなかったから。ある、でもステラはまだ小さいし、家族とはぐれてしまった。ある、教えてくれる人がいなかったからいたずらをするようになってしまった。ある、これからガオ様はステラの家族になる。ガオ様はずっとステラと一緒にいて、ちゃんとしつけをして守ってあげる。ある、キュー、ステラが絶対に怪獣にならないことをガオ様が保証する。ある、だからもうステラのことを怒らないであげて。いいか、いいよな。ありがとな。もうお前にいたずらしないよう、ちゃんと言っとく。ある、ステラ、今後はいたずらしたりバカスタッフちゃんに迷惑をかけたりしてはダメ。あるよ、二人とも撮影チームのメンバーだから仲良くしないと。ある、キュ、よし、ステラは謝った。ある、ふい、ガオ様は寝るね。